はい。ただ見てくれてる。あ、二人来ております。どうぞ出てみましょう。はい。なぎさん、こんばんは。あ、こんばんは。コメント来ております。こんばんは。オンラインマッチを今から701で配信しようと思います。リリリさん、こんばんは。コメントありがとうございます。どうもです。はい、コメントありがとうございます。ジブ、はいはいはい、お願いします。何時まで配信予定ですか？一応1時間の予定です。はい、9時までです。あ、コメントありがとうございます。こんばんは。はい、高橋裕二さん、こんばんは。聖子さんが投げてる最中はちょっとコメントの反応ができないかもしれないですが、コメントいただけると嬉しいです。エローショーさん、こんばんは。カウンターに行きます。おー、ナイスです。やばい、やばい。スタイルカードやん。ほう、視聴者さん増えてます。ありがとうございます。少々お待ちください。お、スーパーチャットありがとうございます。ゆうさん610円。余裕があればヤンマーのモノマネフォームで投げてください。ライブ配信とかいいっすね。ありがとうございます。たまにやっていくと思います。コメント読み上げてる私はフィーマスのスタッフのアンナです。伝わりましたか？田村さん、聖子さん、こんばん、こんばんは。ありがとうございます。ナイス。ちょっと三脚など用意してないので、若干手ぶれがあったりしたら申し訳ございません。こんばんは。はい、韓国語のコメントが来てらっしゃいます。読めませんが、ありがとうございます。ありがとうございます。朝田プロ覚えてますかね。ハードの解消したい、ねじねじさん。あ、読んでますよ。お、かっこいい。うますぎ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて皆さんチャレンジ参りましょう。お願いします。どんどんお願いします。ゆうさん610円ありがとうございます。あんなちゃん、かわいい声や脂肪一丁。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。これだけやったら。すいません、これだけかもしれませんが。マースさん、こんばんは。お久しぶりです。あ、おお。
0702のマスターじゃなくても、はい、だそうです。こんばんは、勉強させてもらいますだそうです。小谷さんからお願いします。コメントありがとうございます。9時までオンラインで生放送しますので皆様よかったらご参加ください。お願いします。ありがとうございます。あ、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。お願いします。強すぎる笑い。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。せいごさん、名前の文字を間違えてしまいました。すいません、土下座。お、おお、コメントがいっぱい来るとありがとうございました。さっきの対戦の方ですかね。名前の文字間違えた感じでした。はい、あ、あ、間違えてコメントが。カメラマンさん声かわいすぎる、ありがとうございます。ひとかいさん、お、ヤマトタケルさん、ちょっと待ってくださいね。セイゴさんが投げてるときはできるだけちょっと終わってから読ませていただきます。リクエストです。カメラマンさんの顔見たいんです。いや、ダメだダメだ。マスミさんのモノマネしてください。こんばんは、こんばんは。ちゃんと練習してますね。カメラのブレが気になります。すいません、ちょっと手持ちなので今プルプル頭の上にやってるので申し訳ないです。メガネ外しできます。メガネ外し、おお、はい、全然眺めるタイミングない。あ、挑めるタイミングが。いっぱいあれですかね、対戦の申し込みがいってるんですかね。全然、あの、ガンガン押してください。はい、ガンガン押してくださいだそうです。顔見たい。あの、ぜひフェイマスに来ていただければ。いくらでもお見せします。おおお、竹本ピースは、竹本ピース、竹本ピースかわいい。しーちゃんは今日休み、今日はお休みですかね。休みなんですか。休みかもしれない、わかんないですよ。休みかもしれない、ほうほうほう。全然違うな笑い。竹本ピースですか。あ、やばいやばいやばい。はい、
はい、うわブンブンブンさんから指摘全然違うな言われてます。竹本ピースじゃないですか。かわいい聖子ちゃん。竹本ピースこうですね。すいませんおもたいバレルを使用されてますが、ハードやらずにソフトだけやったとしてもこの重さになってましたか。ほう、お、あらあら、はいはい、申し訳ありません。カメラブレてますね。カメラがブレてますね。すいません。お、聖子さんに質問です。重たいバレル使用されてますが、はい、ハードやらずにソフトだけやってたとしてもこの重さになってましたか。あ、そうですね、はい、なるほど。腕時計、はい、腕時計ウブロですか。はい、そうです。しーちゃんと聖子さんのダブルスオンラインで見てみたい。なるほど、はい、また出勤してるときに生放送のタイミングが合えば。震度2の時のお天気カメラぐらい揺れてますね。すいません、手持ちなんで手持ちなので、すいません、ほんまにすいません。筋力が足りないがゆえのこの、前回はカメラ持ってくれてる、あの、そうなんですよ、なんか、でも机がガタガタしてて、なんか、はい、机がこう動くと、スパルタスパルタ。震度2はおもろい。すいません、震度2ぐらいの、 あのクオリティのカメラマンで。おお、はい、あ、なるほど、はい、なるほどなるほど。生の亮太さんもお願いします。あ、生放送でですかね。生放送の亮太さんも見たいそうです。多分オンラインで、あの、生放送の時亮太くんのも見たいみたいな感じだった。おお、少々お待ちください。コメント、先ほどの100発100中です。対戦ありがとうございました。ありがとうございます。突発的に 200S とかでもオンラインやってくれると嬉しい。はい、 200S でもオンライン、はい、あー、なるほど。アピール。小谷さん、画面に指置いとくと通してる空間が分かりやすいですね。カメラ頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってます。めっちゃプルプルしてますが、お許しください。次回はちゃんと、あの、カメラ撮影の時は、はい、脇を締めると腕が固定されるのでブレにくいですよ。ここあれなんですよ。これチキよ。ないないない。ちょっと立ってやってみましょうか。ほっ。谷間を作るように。谷間。ぶれない。聖子さんが映らない。こう。谷間をこうやるとぶれない。ああ、あんなの谷間を作ってください。言われてる。お、ありがとうございます。三脚経費で購入します。三脚自体はあるんですけどね。
この今回一人でこう持ってやってるので、コメントを見ながらとかやったらどうしてもブレてしまうんで申し訳ないです。ダーツライブホームで待機してました。あ、いつかそちらの方でも生放送できるように。谷間に挟むと揺れない、おほほ、挟める谷間が、谷間があるといいんですが、谷間はこちらから見えません。笑い、ない谷間がない。ちょっといろいろ試行錯誤しながら揺れない方法を探します。あ、ダメです、ダメ、NG です。ぺったんこ、ぺったんぺったんこ、ぺったんこなんですかね。はい、言いますか。シラフ、はい、アンナです。フェイマスのスタッフをやってます。糸貝さん、突然セクハラコメント欄になってるやん。怒ったアンナ、許さないやんな。伊藤アンナ、真央ちゃん、かほちゃん待機してる。お、対戦の方ですかね。フェイマスさんはチャージ料かかりますか。すいませんでした。そうですね、20時からチャージ料かかりますね。あ、こんばんは、コメントありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。いきなり橋本環奈はあかんだそうです。浅田環奈って言われてます。浅田環奈って言われてます。だってそうだな。おでもカメラも伊藤そうなんですよ、ちょっと違うんですよね。コメント読み上手ですね、ありがとうございます。に生放送でコメント読むのは多分3回目になります。前回はちょっとカメラ持ってくれてる子がスタッフでもう一人いらっしゃったんですけど、お、夜中にさん、今日立ち飲み屋にいらっしゃいましたか。いましたね。おお、だそうです。はい、ご褒美、生後さん的なご褒美は何でしょう。スーパーチャットをしていくスタイルで。フェニックスエッジ店、ゲーム売り上げ上がってますね。お、フェニックスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。150人視聴者、お、160人ありがとうございます。アンナさんもダーツ投げますか。はい、お店で投げております。スタッフやってますので、フェイマスでレーティングは3です。初心者です。うちバイトするまでダンスあんましなかったね。そうですね、ほとんどやってなかったんですけど、はい、フェイマス入ってからエーペックスもお願いしますと。頑張ります。両方用練習。お、スーパーチャットありがとうございます。あー、おそらく対戦の待機をしてる方からスーパーチャットいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これで明日のご飯が喜んでありがとうございます。ダウン来た、ダウン来た、おー、なにわのガーウェン、ショートくんです。
お、お疲れ様です。はい、対戦してくださった方がコメントしてくれてます。対戦ありがとうございました。負けて悔しくていつかリベンジしたいです。はい、はい、全然続けてまたやってもらっても大丈夫なので。501で明日のご飯501円。吉野家とかは、あーナイスです。すいません、ちょっとカメラ持ってるっていうの忘れててめっちゃでかい声出しちゃいました。アンナさんも可愛いのかな、橋本環奈みたいに。いや、はい、いや、それはまあ、いや、もう、はい、もうほんまに橋本環奈に申し訳ないです。なにわのガーはいつ見てもツボ。お、素晴らしい。ほら、うわー、やばさすがにうますぎる。あ、せいごさん、あんなさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。あんなさん、なんか名前売れてきたね。はい、声はめちゃくちゃ可愛いですよ。声はって言われてる。一度顔出しお願いします。うわー、ハードル上がっていく。ペニで対戦するならリトルに行かねばねば。ちょっと任せてください、僕が映します。おい、おい、長くないですか。はい、はい、はい、ありがとうございます。声かわいい、アンナっていうぐらいだから、京山アンナにってことなんでしょう。シャーマンキングですね。ですが京山アンナには似ていません、残念ながら。あ、ニカちゃんこんばんは、コメントありがとうございます。かわいい言ってもらってます。ありがとうございます。恐れ多いです。橋本環奈より可愛かった、ありがとうございます。なにわのアイドルですね。ありがとうございます。可愛いって言われて嬉しい。あ、嬉しいです。純粋に嬉しいです。もうそんなそんな、ニカちゃん可愛いですよ。めちゃめちゃ顔つきなんですよ。可愛い系やなくて綺麗系やった。あ、綺麗系ですか。あ、ゆうさんスーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。ブラックに書いてえぐいです。今日は9時までやります。9時まで生放送です。まだいけますよ。全然せいごちゃんの方が可愛い。いや、ありがとうございます。153センチです。やばい。テイマさんはフェニー1台、1台です。京山アンナはシャーマンキングですね。セイゴさんも可愛いですよ。セイゴさん可愛いって言われてます。セイゴさんも可愛いですよって。僕何でお返ししたいんや。リードしすぎの展開があるのでガーウェンワンラウンド登場お願いします。お、ガーウェンのリクエストが。お、コメントいろいろ来てます。津田さん、ちょっと一瞬カメラ映って。津田さん、年にいいだよって言うてます。あ、お疲れ様です。はい、ガウェンです。なにわの MVG。 はい、あ、上手に変えていた。せいごさんのバレル使ってます。ありがとうございます。そりゃ可愛い聖子さんだから投げキッスでしょう。
かわいい。わあ、ありがとうございます。そんなになんかいろいろ褒めていただいて、なんかすいません、私が欲しがってるみたいになっちゃってます。ナイスです。21時から聖子さんとなにわガーメンの3レグマッチ、なんと。あーマジっすか、カオルくんさん、あー頑張ります。かっけー、かっこいいですね。はい、お、あ、ナイス。聖子さん、また今度カツオで一緒に飲んでください。そうなんですか。あ、そうなんですか。だそうです。飲んでいただけるそうです。グリコさんっていつもいらっしゃるんですか。いえ、いつもいるわけではないですね。一応。はい、月に3回だそうです。一応ご本人がツイッターで来られる日とかツイートしてらっしゃいます。はい、うますぎる。ありがとうございます。今でも学校終わったくらいね。はい。メガネ外して狙えますか。無理。前回のライブでの時から次絶対と思ってたのに見逃しました。あ、参加のあれですかね、対戦ですかね。一応21時までやるので、惜しい。ブルパめっちゃメガネ外してみたいなリクエスト多いです。ハンデでメガネ外してやってください。1ラウンドだけやってくれるそうです。メガネ必須ですね。コンタクトしたことありますか。はい、なるほど。ブルパー、わー、韓国語のコメントが読めなくて申し訳ないです。でもありがとうございます。ありますよ、ありがとうございます。はい、ジマッチです。対戦ありがとうございました。お、ありがとうございました。お願いします。入るんかい言うて。おお、素晴らしい、ありがとうございます。お、聖子さんレーティングいくつですか。レーティングね、26くらいだったけど、この間ちょっと以前と24くらいの下がったんで、上げてます。上げてますだそうです。メガネ外してブルパできたら1万スーパーチャット。外しても入るやん。自分も乱視強すぎるから分かる。プレミアムシャフトですか。今はスリムだそうで。いや、いっぱい対戦ありがとうございます。あ、なるほど。聖子さんのライバルはヤンマーですか。何話のギャリーアンダーソンなので。
セイゴさんがね、世界レベルの方がこんな企画していただけるのはすごくありがたい。はい、できるだけなんか一応時間があるときはオンラインでやってくれるそうなので、ブルパ期待してます。あ、ブルパ次出ましょうか。お、次出るそうです。お店の近くに安いパーキングとかあったりしますか？1200円。なるほどなるほど。まあ何軒かちらほらあったりします。ちょっと歩く場所とかにも何軒かあるので。こんばんは。おう、あ、この方なんか見たことある。この方です。はい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 。あー、韓国の。はい、なんか韓国の方からのコメントがたくさん来てます。ありがとうございます。アニョハセヨ。次新しいバレル出ないんですか？お、ブルパカモン。ありがとうございます。負け知らずですね。やっぱり強いですね。はい、あと30分ほどありますので、全然どんどん申し込んでいただいて。はい、ありがとうございます。はい、韓国のダーツ系 YouTuber も見てます。お、そうなんですね。僕、あの、韓国行きたいな。韓国ね、今旅行行けないんですかね。I want to go to Korean。 失礼しました。惜しい、ナイスアウト。ありがとうございます。I love you。 サムサムギョプサル伝わるんですかね、サムギョプサル。フェニックスダーツの701は普段かそってます。あー、はい、リクエストがあるならプリケもやるそうです。はい、はい、花雪さん、新しい何が出るって言いましたか？コードです。はい、コードっていうシリーズが出るそうです。ユニコーンからです。クリケやった方がいいっていうコメントがありましたら、クリケやらせていただきます。はい、何でもやるそうです。何もなければ01でいきます。はい、日本でも勝てそうですね。日本お、視聴者さんが200人を超えてます。200人超え、ありがとうございます。こんばんは、聖子様。今何でもって、何でもって何でもって、オンラインでできるやつなら。あ、クイケ見たいって言うてます。あ、ありがとうございます。やりましょうか、クリケ。結構リクエスト来てます。次クリケしまるか。はい、次クリケで。じゃあツイッターに書いちゃったから。はい、いいから。はい、どうなんでしょうかね。アドリブ。こんばんは、初見です。あ、初見さん、ありがとうございます。クリケやった方がいい人、コメントください。コメントください。クリケパーフェクトみたいです。はい、あ、結構、あ、はい、クリケのリクエストが結構あります。お願いします。はい、もう一回だけ01やってクリケに行くそうです。はい、カウントアップ道場最高何点ですか？あー、やったことないそうです。はい、あ、
もクリケ行くそうです。はい、クリケカウントアップの、はい、最高点何個、何点ですか、お願いします。クリケに変更ですが、あ、クリケはい、あ、近くにフェニックスある店ない、あ、そうなんですね。ぜひなんかあのフェニックスのあるお店にいた時に、ね、対戦できたらいいですけども。はいはい、クリパみたいっす。お、あ、あのスーパーチャットが来たら出るかもしれない。質問です。クリケカウントアップの最高点何点ですか。え、はい、クリケカウントアップ、1150ぐらいだそうです。次回予定、あ、生放送ですかね、少々お待ちください。次回の生放送予定が知りたいそうです。はい、じゃあ来週月曜とかですかね。フェニックス X 初めて見たとき衝撃的だった。はい、来週、来週やります。はい、クリカン1000オーバーはバケモン。ありがとうございます。はい、俺も池袋行かされた時フェニックス X 投げやした。はい、お願いします。お願いします。努力した自分が一番です。あざした、優勝インタビュー。やばいですね。ダーツ歴は15年ぐらい、長いですね。みんなどんなことやってるの？クリケットパーフェクトはなかなか。なんか生放送でのリクエストとかもあったら全然コメントに書いていただければ。質問が来ております。はい、福岡に来る予定はありますか。あ、全然いつでも行けます。お、全然いつでも行けるそうで。仕事があればすぐ行きます。はい、あ、コメントありがとうございます。バチバチ9マーク連発してください。あ、了解しました、頑張ります。普段の練習は何やってますか。基本カウントアップだそうです。はい、次の時はセパで対戦させていただきたいです。はい、だそうです。はい、フィードオンライン大阪めちゃくちゃレベル高いですよね。聖子さんのスティールの1000点カウントアップみたいです。
生放送でフィードとかやってほしいとかもあればコメントしていただければやると思います。アンナさんの生着替えとかそれはそれはバンされますよ聖子さん。アキラさんスーパーチャットありがとうございます。いつも見てます、頑張ってください。はい、ブル狙うと、ブル狙うときと20狙うときと19狙うときって肘の高さで調節してますか。うん、腰上だそうです。女性の方声が若い、ありがとうございます。聖子さん TikTok 始めてください。 TikTok ね、TikTok 静香さんとかにやってもらいたいですね。はい、おー、ジャパンの、お、ありがとうございました。少々お待ちください。はい、ジャパンの実技試験受けたらどうなるか見てみたいです。あ、受けたんですね。はい、すごい。おー、指先のケアとかしてますか。あ、してないそうです。コロナで大会がない中こういうイベント的なオンラインマッチしてもらえるのありがたいです。ありがとうございます。確かに。お、店長です。はい、いや、さっきの画角いいなと思って。はい、どういう角度で撮ってんの。こういう角度で撮ってます。234人、すごい。はい、すごいです。確かに聖子さんのジャパン試験やってみた、見てみたい。あ、おしょうさんって言ってます。お疲れ様です。お疲れ様です。お、撮りますか。あ、クロさんスーパーチャットありがとうございます。クロさんありがとうございます。お願いします。チラッと MVG 映りましたね。はい、来てます。来てます。早くパーフェクトの試合が見たいです。見たいですね。ずっと延期になってるんで、すごいです。じゃあ後で、はい、ジャパンの試験やってみたら撮りますか。撮りましょう、撮りましょう。はい、編集頑張ります。お、フェイマスプレート食べに行きます。ありがとうございます。お願いします、ぜひ。はい、あ、その件はまた連絡します、クロさんより。お願いします。皆さんコメントありがとうございます。佐藤裕太郎、おー、佐藤裕太郎さんを倒しに行くそうで楽しみですね。動画投げられるの待ってます。聖子さんのオンライン人気ありすぎて島村真央ちゃん諦めたって。あ、そう。好きがないらしい。好きがないだそうです。お疲れ様です。今年のジャパン開催されず寂しいですね。ジャパン大枠さん1回ミス
ス、松村選手も1回ミスでした。ジャパンプロテスト、ほえー、あ、俺聞いた、俺タカに生まれてジャパンのテスト1回も1回で終わりました。おお、最初金額で終わったストレートの終わったすごっ、はい、あ、諦めましたってすいません、ご好評なようで。カウントアップで対戦したら聖子さん8ラウンド、私が20ラウンドあれば倒せるかもしれないな。女性やったら言いそうです。聖子さんサバです、サバです、サバです、多分あれです、ヤンマーさんの。ネックレス、クロムハーツですか？いや、あのクロムハーツです。です、です、嫌の意味。お正飯食べに行きたいミカリンゴです。いつでも来てください。お願いします。誰さん？ミカリンゴさんです。ああ、ミカちゃん。ああ、来て、いや、来てください。はい。ごめんなさい、缶桶に片足突っ込んでるおっさんですが、はい、心は乙女ではダメですか？心は乙女だそうです。あー、かわいい、おおおしょうも元気そうで何よりやな。はい、元気です。代わりにコメントがいっぱいしたので代わりに私がレスポンスしてしまって申し訳ないですが、いっぱいありがとうございます。予定なければお店行きたかった、うわー、来てください、ぜひぜひ。はい、電話で聞いてもらったら確実に。はい、だそうです。電話し、はい、電話で聞いていただければ確実だと思います。画面に手を振る聖子さん、かわいい。アンナさんと聖子さん、どちらがかわいいですかという質問です。今日の生放送は9時までです。もうちょっとですね。あと12分ほどで、はい。一応、一応9時までの予定です。ギリアンナさん、ギリなんですね。いや、ちょっと待ってくれ、コメント読んでからでいいですけど。なんでマスク開けたん？ソーシャルディスタンス、手振りすぎやろ。あ、ジョージさんがスーパーチャットありがとうございます。西谷ジョージさんです。はい、本当です。見てください。はい。わ、ほんまや。ジョージ、ありがとう。ありがとうございます。わ、あ、直接連絡するわ。今川さん、スーパーチャットありがとうございます。YouTuber、聖子さん頑張れ。行きたいけどなかなか行けてないんです。ごめんなさい。わ、埼玉行くそうです。おお、いいですね、お願いします。ジョージいじめてみたってやるみたいですよ。
ありがとうございます。アンナさんはプロにならないんですか。いや、レーティング3なんですよ私。アンナさんまず身長伸ばすからです身長伸ばすところから始めないとちょっと厳しいですね。はい、宣言来ました。ありがとうございます。お、リベンジですか。結構これやな。るほど、全然全然。まあでもあの、はい、時間的にはそうですね、多分皆さんちょっと連射してください。はい、連射お願いします、はい、椅子の上に乗って投げれば、はい、椅子の上乗って投げれば身長足りないのは足せるのでは。椅子の上に乗っちゃ乗って投げちゃダメってルールはないですよね。どうなんですかね。それはそれで難しそうな気がしなくも。低すぎません。オートマッチ、オートマッチ。すいません。聖吾さん、試合の時と投げ方違う感じがする。ほら、あ、なるほど、日々進化しているそうです。あー、マッチの設定ができるんです。なるほど、オートマッチみたいな感じで。オートマッチみたいなのしてるの。はいはいはい。ね、どうしたらいいんでしょう。設定を変えればいいんですかね。これが入れば。一瞬画面が切れてしまいましたが、大丈夫でしたでしょうか。ジョージさん、スーパーチャットありがとうございます。締めのラーメン代にしてください。あ、じゃあジョージとちょっと YouTube を一緒に撮ろうって言って。ジョージさん、 YouTube 一緒に撮ってください。聖吾さんと、という聖吾さんからの伝言です。あ、お嬢さん、コメントありがとうございます。少々お待ちください。対戦してくださった方からのコメントです、はい、先ほどマッチありがとうございました。とても強くて歯が立ちませんでした。いつかリベンジさせてください。ぜひぜひ。お、あ、あ、ポイン、お、ジョージさんから OK いただきました。埼玉に聖吾さんがお邪魔するので、その時にお願いします。マジっすか、いいんですか。あと2年ぐらい欲しいですね、それは。はい、撮影しに行きます、ね、撮影行きます。ジョージさん、お願いします。はい、多分これの後にラスト1回ぐらいで一旦生放送終了すると思います。
ジョージさんからよろしくお願いしますって、ありがとうございます、お願いします。ありがとうございます。はい、ラスト1人対戦します。はい、お願いします。はい、頑張ってください。あ、花さん、スーパーチャットありがとうございます。やべえ、出遅れた。そうなんですよ、今日は8時から生放送を始めまして、一応1時間でやるっていう予定で、9時頃に終了の予定です。お、ありがとうございます。馬2頭。ゆうさん、スーパーチャットありがとうございます。ナイスホワイトホースです。あ、今川さん、スーパーチャットありがとうございます。今度こうやじゃなくて、一緒にエイペックスやってください、お願いします。いや期待。アンナさん、いい声ですね、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょうどいいぐらいの時間です。うまうま7は草7。じゃあ皆さん、エイペックスよろしくお願いします。はい、頑張ります。あの、編集、はい、頑張ります。はい、グッドボタンいただけたら編集めちゃめちゃ頑張りますので、ぜひお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。